海洋戦士シジューバー。この青い海を愛したい、さあ共に手を取り立ち上がれ。海の平和を守り、海のピンチを伝えるという形で、シーセーバーが、生まれました。使命感を抱いて、でこのドラマの撮影に挑ませていただきました。本当にあの海に癒しをいただいておりますので、まあ、恩返しという意味でもこの曲をですね、作らせていただきました。このビーチクリーン活動のことや海の素晴らしさを多くの方々へ知っていただくことができる、本番組海洋戦士シーセーバーのオフィシャルスポンサーにさせていただくこととなりました。地球温暖化と、やはり海洋プラスチック、この2つがですね、環境部の大きな、課題となっておりまして、来年度以降もこれに取り組んでまいりたいというふうに考えておりますので、子供たちのため、俺たちの手で希望。はい、海洋戦士シーセーバー、4月1日スタートです。楽しみにしてください。海洋戦士シーセーバー、子供から大人まで楽しめるドラマになっております。また海に行きたくなる内容になっております。ぜひご覧ください。青木戦士シーセーバー、皆さんこの曲愛してください。そして海を愛してください。みんなで守りましょう。思いのこもった、皆さんの力でようやくできた海洋戦士シーセーバーの番組、ぜひ楽しみにしていてください。She's a bird.